どうもこんにちは、坂東です。今日はですね、琵琶湖の湖岸で電動バリカンを使って植え込みのね、剪定をされている方の紹介をしたいと思います。ちょっと枝みたいなやつがいいと。そう、雑草はカッカラカンで書いてあるんですよ。なるほど、綺麗に取れてますやろ。ああ、いいですね。何も言わなくていいやん。なるほど、こういう風にして。やっぱこれ雑草を買うのには空気やわ。はい、だいぶ用ないわ。ああ、いいですね。あとでまたこれ、まあ、仕上げはいるかもしれないですね。そうですね。これ良かったらもう切れへんわ。どうですか。いいや。ちょっとパワーが弱まってきましたね。弱ってますね。そうですね。そろそろ終わりですね。もうやめとこう。お疲れ様でした。いやいや。布で拭いたらいいやて。どうですか。こんだけ手入れ広くあれええやろ。そうですね。初めだけかもしれんけどな。